か、まあ、ギュッと引っ張られる感じに。はい、週1回の立候ワークショップやっていこうと思います。1回目なんで、簡単に立候とは何かというと、体から浮かせる、そして立たせるっていう、ちょっとこう、こっちの方向からでも分かるんですけど、そういった状態を言います。で、それができると何がいいかというと、肩甲骨が自由自在に動くということは、肩周り、腕周りが自由自在に動くということ、それであと、このいわゆる体幹部と言われる状態が安定した状態で、この手を大きく動かせるということにつながっていくので、スポーツをやっていればスポーツのパフォーマンス向上につながり、スポーツをやってない人だと肩甲骨周りがしっかり動くので、肩こりや、そういった首こりなどの予防につながるということになります。で、このワークショップは、肩甲骨が立てばパフォーマンスが上がるという本をもとにやっていきます。で、自分自身そんなに立候がすごくできるわけではないので、この動画を見て皆さんと一緒にやっていけるようなワークショップの内容としていこうと思っています。自分が、こうやっていく中で、こういう感じにすると浮いたとか、こういう感じにするとうまくいったっていうのを伝えながらやっていきたいと思います。なので、皆さんも自分がやってみてコメントで、こういう風な感じでやってみたいっていうのを伝えてもらえると、いろんな人の役に立つと思うので、ぜひコメント欄とかでも、自分でやった実ことを共有してみてください。ということで、早速事前ワークからやっていこうと思います。で、はい、事前ワークは何のためにするかというと、立候していく中で、立候するの立候エクササイズをする前と、下の体の変化を感じ取りやすくするためのワークになります。その場で20歩歩きます。で、これを右左で1歩ゆっくりといきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、次に、その場で実際に歩きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、この歩いた感じを、立候する前、立候した後を比較してみると、立候のこう成果がまた感じ取られやすくなるということで、実践ワークをするようです。で、あとスポーツをしている人とかだと、例えば野球だと投げる動作をしてみるとか、ボクシングとか格闘技だと、パンチを出してみるとかすると、実際の動きの中で立候する前した後の違いと、あと、立候できるようになった時に、パンチの質の違いとか、ピッチングの質の違いとか、実際のスポーツの競技の中での動きの違いを感じ取れるようになるので、その辺も取り入れてみてください。普通の人だと特にないので、腕をこう回してみておくとかすると、肩甲骨周りの動きとか腕の動き幅っていうのは違いが感じ取れると思うので、実際に腕を大きく回してみるといいと思います。前回しと後ろ回しと感覚を覚えておいてやってみましょう。ということで、ワーク1いきます。肩甲骨が例えばパフォーマンスが上がるの本のワーク1では、指針に立つっていうのができます。ちょっとパッと見た初見だと、立候と関係ないじゃないかと思える内容です。で、地心に立つっていうのは、地球の中心に立ったイメージで立ちましょうという、
内容のワークになります。でその地震の 中心のものっていうのが銀色の玉の上にこう立っているような感覚、6000キロ下のその地震の上に立っている感覚っていうのになるように立ちましょうということなんですが、これだとちょっと意味不明なんで、とりあえず、この解釈としては地震に立つイメージ、この地球の中心に立っているイメージ、まあちょっと言えば浮いたようなイメージで立つことによってこう踏ん張って立たない、この今触ってる地面に立つっていう感覚じゃなくして、力を抜いてスーッと遠くのものに触れてるような感覚で立てると、全体の力が抜けて、こう肩周りを動かしやすくなったりとか体が動かしやすくなってくるという目的だと思います。そのために、地震に立つということで、ちょうど足と足の真ん中らへん、股間の真下ぐらいのところに、まあイメージ、ずっと奥にイメージして、そこにこう佇んでいるようなイメージになれるといい力感で、脱力したりいい意味で、力が抜けて立てるんじゃないかなと思います。この力の感じをベースにやっていくっていうことになると思います。目をつぶって、なんか銀色だと一番こうスーッと立ちやすいらしいので、おそらくメンタル面というか、その体が力みやすいとか緩みやすいっていうイメージの中で、銀色が一番おそらくスーッと力みなく立ちやすい色なのではないかと。なんかいろんな色を試したらしいんですが、いろんな人で試しても銀色が一番力みなくスッと立てるようなので、自信に立ったイメージが持てるようなので、そこの部分は変えずに、感覚としてはこう力みを感じず、そして、足元で立つというよりは足のこうなんていうのかな、空中に立っているような感じの力感で佇めるといいのではないでしょうか。ワーク1がこれになります。ワーク2は今の地震に立った状態を保ってしっかり重心をこの地震に置いて、その状態で手などを動かして筋肉や骨をバラバラになるような感じに力を抜いていきます。ここを振るからここに力が入るみたいにならないようにするのがポイントになるかなと思います。いかに全体の力をうまく抜いていけれるか。で下半身はイチロー選手がよくやるこういうやつがいいらしいです。感覚、こう立ってる感じがつかめるまでは僕はこの体勢がいいかなと思います。この場でちょっと足をこう軽く足踏みするように動かしてみたりとか、手をこう振ってみたりとかして力を抜いていくのが一番いいかなと思います。だんだんこう腕の重みを感じやすかったりとか、足の重みを感じやすかったりとか、足の裏に体重がしっかりかかっていくような感覚になれるかなと思います。これができてくると姿勢もこう割とこうバランスよく決まってくるので、しっかりとやっておいた方がいいワークかなと、地味ですが準備運動としてはいいんじゃないでしょうか。ということでワークさんいきます。続いてワークさんはさっきの地震に立ったイメージを持ったまま
両手を上げます。で、手首をだらっとして肘はまっすぐ伸ばして、こう力がこう、こういう風になったりとかしないように、で、肩もグッと上がったりとか変にこう下がったりとかしないように、ここが一直線になるような感じで手を上げてだらっとします。で、この時ちょっと注意するとか気をつけ、気にかけた方がいいポイントはここの角度かなと思います。この手を前に出した時にこういう角度にならないように、ここはここからもうまっすぐなるように上げます。ちょっと前に突き出したイメージを持つといいかなと思います。この方が、この感覚を覚えた方がこの角度が作れるので実行ができます。こういうここ背中が一直線みたいな状態だと立行が絶対できないので、肩甲骨がこう前に出るような感じで手を前に出します。ここからこう一直線で、これができない人はゆっくりと肩をこう回して肩甲骨周りを少し動きやすく、鎖骨、肩甲骨周りを動かしやすくしながらこれをやって、力が抜けていくまでやっていくといいと思います。それでは次の枠いきます。立功の、基本続いてワークさんから立功の基本となる基礎のこの姿勢、立功を始める時の基礎の姿勢、四つん這いを作ります。で、膝90度、股関節90度、この脇が90度になるように姿勢をとって、で、さっきの地震に立つイメージをこの体勢でも持って、で、あとさっきやった腕を脱力してあげるやつの一度、腕の位置取りの感じでこの姿勢を取ります。これが結構難しいかなと思います。さっき2本の足で立つのは日頃立ってる体勢なんで、なんか地震に立つイメージも持ちやすいんですが、4本足というかこの体勢だとちょっとイメージがちょっと持ちにくい感じですが、うまくイメージを動かしていけるとうまく脱力できます。さっきの立ってる時にいかにうまく脱力できるようになってるかっていうのがポイントになるかなと思います。では、ワーク5がこの体勢でこの4本の足、まあ、腕含めて4本の足で、この4本の足に軸を感じるように、なのでこの4本の足がしっかりと支えてくれて、まっすぐ支えてくれていることが必要に、感覚を感じ得ることが必要になります。全部が地震に立っているような感じかな。全部のこの足に均等に体重がかかるようなイメージを持つといいのかなと思います。で、この肘がこうなったりとかこうなりすぎたりとかしないように、一本の棒になるようにするのがポイントです。次のワークいきます。次
6。ワーク6はこの体勢で、体を揺すって肩甲骨と体を離していくように、脱力していくっていうワークになります。左右に肋骨を動かしたりとか、この体勢で、手に軸が入って手足に軸が入って動かないという前提になるので、その状態ができるようになったら体を揺すったりして肩甲骨と肋骨が離れていくような感じにします。一番効果が個人的にあるのは、このぐーっと背中を丸めて下ろす、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 丸めて下ろす。これが一番、ポイントになってくるかなと思います。このままワーク7に行きます。ワーク7が、両立骨、両方の肩甲骨を立たせて行かせていくワークになります。ちょっと分かりにくいんで、このフックをシャツを取って今みたいに体をこうですやっていって、脱力すると肩甲骨が立って浮きやすくなってきます。立ってるから、なんかうまくいくと、この体と肩甲骨の間の皮というか肉というか、ギュッと引っ張られる感じになるので、最初の頃は力を抜けば抜くほどギュッと肉とかが引っ張られるような感じになります。こう寄ってしまうと絶対立たないんで、この位置はキープして、だんだんと体の力を抜いていくと肩甲骨が立っていると思います。というのが、今日のワークです。とりあえず今日のワークとしては、まずバランスをとって、力を抜くことっていうのが今日のワークのポイントになります。今日までのワークは今日が、1ワークから7までやったので。